猫頭の趣味部屋へようこそ。今回ね、ちょっと全然ね忘れてたんですけれども、なんかね知らない箱が届いたんですよ。何かなって開けたらね、こちらでした。はい、一つが馬娘の福袋で、もう一つが呪術廻戦の福袋、はい、こちらを購入してたみたいです。全然忘れてた。確かに1月中旬より順次発送って書いてあるね。いや、すっかり忘れてたね。年始ぐらいに注文したんですよ。で、1月中旬ってもう2月も中旬に差し掛かるところなんですけれどもね。だからすっかり忘れてましたね。いや、届くの遅いな。うん、まあ別に文句じゃないですけれども、こちらはね、エターナルトイズ通販部ということでね、エターナルトイズさんから購入しました。はい、こちらの福袋、それぞれおいくらかっていうとね、はい、こういう感じになってます。馬娘が5000円、で、呪術廻戦が3000円という福袋ですね。はい、ということで、今回はこちらの福袋を開けていきたいと思います。2月なんですけれどもね、こういう感じで届いたんですよ。まあ宛名は剥がしましたけれども、こういう感じで届いて、何の箱か分かんなくて、これがね普通に2箱届いたんですよ。それぞれ分けられてきたんですよ、うん、一箱にまとめてもよかったんですけれどもね、全然注文してたの知らなくて、呪術廻戦の方をパックリと開けちゃったんですよね、すでに。で、ちょっと中身見ちゃったんですよ。で、中を見た時にさっきの紙が入ってて思い出したんですよ。はい、ということなんでね、ちょっとね、もうちょい見ちゃったけど、まだ全貌は見てないっていう段階なので、ちょっと皆さんと一緒にね見ていきたいと思います。では早速一番上からいきましょう。はい、これ何でしょう。はい、あ、手帳ですね。手帳っていうか、あれか、ノート。うん、しかもそれの伏黒ですね。伏黒の黒削、うん、クロッキー帳ですね。はい、クロッキー帳全7種のうちの伏黒ですね。あ、お値段書いてある。880円税込み、中外工業のやつか。あ、なるほど。はい、まず1個目。はい、2個目。お、これはいいんじゃない。五条先生来た。やった、推しが出た。これはちょっと嬉しいね。クロッキー帳の五条悟。はい、880円。これで約1900円だもんね。うん、まだ2つ目ですから。全7種で五条悟推しが出ました。これは嬉しい。続いて、あれ、なんだこれ。あ、これはこれ関係ないね。あ、エターナルトイズさんの多分ポストカードかなんかかな。はい、キャラカード。じゃあこれいきます。お、五条先生のこれはシャーペンか。シャーペンです。 0.5mm シャーペン。あ、これ使える。芯が回って尖り続ける。あ、なるほどね。あ、これ便利だ。これ普通に使いますね、私ね。これは嬉しい。これさっきのやつより高い。990円もする。1000円。あれ、この3つで、この3つですでに3000円近くいってますね。あら、まだ全然あるぞ、中身。これはなんだ、ちっちゃいじゃない、ちっちゃくないな。これなんだろう。めぐみでしたね。めぐみのぬいぐるみ。フリューから出てるやつだ。プライズか。あ、プライズですね。プライズのぬいぐるみ久しぶりにゲットした。めぐみ。おお、伏黒ですね。おお、なるほど。これはちょっと値段がプライスレスだもんな。プライズだけに。続いてこちら。お、またシャーペン。お、今度はナナミンですね。
ななみ合うな、文房具合うな、ななみ。いいね、もうななみんバージョン。しかもこれも990円だもんね。もう全然もう元取れてる。やったね。で続いてこれはなんだ、箱っぽいぞ。うん、あ、これは、あ、五条先生じゃないこれ。あ、やったね。あ、これ持ってないっす私。やった、これは嬉しい。これもプライズ品だけれども、あ、持ってないね。持ってない五条先生のフィギュア出ましたね。あ、これ嬉しいな。うん、プライズだから、うん、わからないけど。はい、続いて、あ、ちょっとでかいのがあるね。呪術廻戦の豆ゴロリン、ぬいぐるみマスコットが未開封ワンボックスですね。ああ、これ買ったことないね。なるほど、全10種。全10種で、これ何個入ってんのこれ。はい。ちょっと箱開けたらね、買った側に5個あるんで、これコンプリートしてるやつですね。はい。玉剣と黒白に、五条先生、ななみん、パンダ。で、有事に恵みに、のばら。で、巻きにトゲ。全員揃ってるやつですね。はい。なるほどね。これは、これはいくらすんだろうね。こんな感じの箱が10個入ってるってことですね。いくらかわからないな。まあ、でも多分安くはないと思うんだけれど、まあ、でも多分中古市場で3000円ぐらいだと思うな。うん、はい、という以上ですね。はい、こんな感じでした。呪術廻戦3000円分なんで、いや、これで880、890、990なんで、でこれで多分3000円ぐらいと考えて、約7000円分ぐらい。うん、これは全然良かったんじゃないでしょうか。普通にね、こういうのも使えるんで、まあ、実際私使えますし、うん、でフィギュアもね、なんと推しの五条先生だしね、うん、ぬいぐるみが五条先生だったらなお良かったけど、まあ、めぐみんでもいいけれどもね、買ったことのないシリーズのぬいぐるみですかね。はい、そちらがワンボックス丸々入ってたんでね、これは当たりじゃないですかね。私的にはね、当たりだと思います。はい、そうしておこう。はい、ということで、一応ね、呪術廻戦の福袋と馬娘の福袋は分けて動画で撮りたいと思います。はい、ですので、次回は馬娘の福袋開けていきたいと思います。ということでね、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。